皆さんこんにちは。ここはですね、正面に見えてるあの一直線の山、あれは箕面山地ですが、ここは立ち洗いです。今日は江戸時代の旧街道の一つですね、秋月街道を使って、秋月まで行って峠を越えて、そのぐらいまで行ってみましょうか。さて、秋月街道は小倉藩と久留米藩を結んでいた旧街道です。7世紀に太宰府と豊前国を結ぶ道として整備され、9つの宿場町が置かれていました。江戸時代に入ると並行する長崎街道の整備が進み廃れていったようですが、現在は果たしてどうなっているのか。本来は小倉が起点で終点が松崎宿なんですけど、逆向きに福岡県小郡市の松崎宿をスタート地点として小倉までのルートをたどっていきます。前編の今回は松崎宿から秋月城下を通って八丁峠を越え、釜石の大隈宿までバイクでたどっていきます。それでは早速松崎宿まで行きましょう。よろしくお願いします。お、松崎宿って看板が出てますね。これ薩摩街道もここ通ってんじゃないかな。ここを左に行きます。松崎宿ね、小郡市松崎と書いてありますが、旧松崎宿旅籠油屋って書いてありますが、この辺が宿場だったんですね。で、秋月街道はこっちなんですが、鍵型の道路ね、ここ右に曲がって左に行くんですけど、明らかにここ旧宿場町ですね。すごいなんか趣のある場所ですよ。で、旧北釜井口、ここが多分門だったんでしょうね。ちょっとここ止めさせてもらおうかね。ここに北釜井口と書いてあります。さて、そこにバイクを止めましたが、ここが北釜井口なんですね。松崎宿の北釜井口です。そこにも書いてありますね。色汗汗ですけど、松崎宿北釜井口と書いてあります。で、あちら側が薩摩街道がこう通ってるのかな。で、秋月方面はこの逆ですね。ここから左の方ですね、こっちに向かって秋月方面に伸びている街道が秋月街道です。これ小倉まで続いてるんですけどね、今日は峠を越えて、釜あたりまで行って終わりにしようかなと思っていますが、秋月に向かいます。で、ここからね、秋月方面に進んでいきたいと思います。こちらが秋月方面ですね。よろしくお願いします。では松崎宿の北釜井口を出発して、ここから秋月に向かいます。途中で1個宿場があるのかな。で、そこからは八丁越えという峠になります。で、ここからは、これなんだ、国道なのかな、なんだろうこれ、国道か、国道に合流するんですね。お、宿場町って書いてありますよ。では国道500号ですか。お、国道500号ね。では朝倉方面に進んでいきます。しばらくこの国道500号が旧街道をたどってるんですよね。この秋月街道を進んでいきます。では立ち洗い町に入ります。で、これが、大分自動車道ですかね。大分自動車道の下を通って通り抜けて山の方にどんどん進んでいきますね。あちらの山はですね、この辺りちょうど地質の境目で、左側の方ですね、左側の方が、花崗岩の山で、この右の方が変成岩ですね。変成岩の山で、で、秋月城はその変成岩の山の先端にあります。でもこんなね、パチンコ屋とかドラッグストアとかあって、あんまりこう旧街道感がないですけどね。でも平坦で進みやすい場所でしょうね。ここにも菊池っていうね、地名がありましたが、熊本の菊池のその菊池氏がこの辺で戦ってどうのこうのっていうのがあるのが立ち洗いの名前の由来ですよね。お、ここに祠がありますね。しかし今日は暑いよ。今日はというかね、もう梅雨ですからね。ここにはお地蔵さんがいますね。旧街道はここで左に曲がっていたようなので左に行きます。交差点の名前が原地蔵ですって。地蔵が、お地蔵さんがいたのかな。で、ここで、これはなんだ、天城線かな。これは道が汚いね。農作業してるんでしょうけど。OK ね。じゃあ行きます。線路を越えて、のんびりしてるね、ほんと。それで、この辺、もうちょっと行くと宿場があるんですね。野町宿。野町宿です。のんびりしてるな。田植えが終わってね、いい季節ですよ。この右手というか、手前が箕面山地ね。で、このままもうすぐ行くと野町宿なんですね。宿場になります。確かに家が密集してるかな。この辺りが宿場町だったんですね。
少し道路が湾曲してますけど、まあ確かに趣がありますね。でこの辺りだけちょっと道が細いですもんね、宿場で家が密集してたから道が広げられなかったんですかね。で宿場を越えて次は秋月ですね。秋月は秋月城がありますから城下町です。でここが、野町交差点か。いやーまあでものんびりしてますね。あでここで右ですかね。ここで右です。右にカクンと曲がるんですね。朝倉方面です。なんだあのモアイ像みたいな謎のなんか像が立ってますけど、あれかっこいいね。かっこいいとかでかくて大変そうだけど、こう謎の像がありますが、ではここからまっすぐですね。ちょっと行って左かな。くねくねしてますね。では左に曲がります。おお、これはすごい道だな。ですね、これはね、これまっすぐなんですよね、多分ね。こっちが旧街道。これですね。おー、いいですね。おー、のどかですね。で、ここは、この左に古墳があるんですよね。あれ、古墳見えます？あれ、古墳なんです。だから、この辺りね、江戸時代は人の往来が盛んだったし、古墳時代は古墳があって偉い人のお墓が作られたりとかね。なぜこんなにいろんなものがあるかというと、この辺りが筑後川の河岸段丘だからですね。まあ筑後川の河岸段丘については別の動画を見てくれということで、ここ左かな。じゃあ左に行きます。多分そうですね、こっちだ。でこのまますぐ人も秋月ですね。ここはなんだ、大黒様なんだあの大黒様って。おお、ここになんか神様が祀られてるんですね。あそこに埴輪がありますしね。昔から何かあったんでしょうね。でそこに看板があって花の王冠と書いてあるんですが、まあ、この辺がやっぱり街道だったということが分かりますね。王冠ですから。まあでも道幅が狭いですよ。でここからちょっと山の中に入ってきましたよね。結構こうアップダウンがありますが、あの山の麓が秋月かな。すごい採石をしています。この右手はね、この右手の方が、変成岩なんですね。古い岩だと思います。この左手は花崗岩の山ですから、この右と左で地質が違います。まあ、こうやって走ってるとよくわかりませんけどね。でもあの右手を見ると、あれ花崗岩じゃないのはよくわかりますよね。変成岩なんです。やっぱり街道沿いには神社がいっぱい、あれ変成岩でしたね。変成岩が落ちてました。さあさあ本当に山がもう左右から迫ってきましたが、これね、左右から山が迫ってきましたが、この辺りは扇状地ですね。正面の小石原川から流れてきた土砂が溜まって扇状地になってますね。これ多分小石原川ですよね。まあ本当に山が左右から迫ってきて、その山の先端に秋月城があるわけですね。おお、この先福音現象って狭いですね。めちゃめちゃ狭いぞこれ。ここ旧街道で立ち退いてくれなかったのかな。ここから先もね、狭いですね。やっぱりなんかこの妙な狭さは旧街道のなんか権利関係の何かがあるんでしょうね。あそこには庚申塚がある。庚申尊帝って書いてありますよ。あで旧街道はこっちか、こっちですね。左に曲がります。こっちです。これが旧街道ね。まあ、ここはね、明らかにそんな感じですよね。おお、古い石橋も残ってる。あ、で、こっち側は、これ花崗岩かな？花崗岩がゴロゴロ落ちてますが、この左手の山が花崗岩です。で、この石橋を渡りますね。庄屋橋。おお、庄屋橋ですか。古い石橋ですね。で、ここをまっすぐ行って、進んでいったら秋月かな。そうですね、ここをまっすぐ行くと秋月です。この川は何だろう、何川なんだこれは。まあそれにしても本当のんびりしてますよ。これはどっちなんだ、これ右かな、こっちかな。あこっち、あでもメガネ橋はなんていうのこれ、メカガミ橋なんて呼ぶんだ。あこれは通り抜けできませんか。本当はこっちが旧街道なんですね。本当はそっちが旧街道。ちょっと行ってみるか。通り抜けできませんと書いてあるけどね。まあ引き返しはいいんですよ。ここが旧街道なんですね。おお、なるほど。へえ。まあこれは車は行けないようなので。まあでももともと旧街道はこう通ってたんですね。なんかバイク通ろうと思えば通れそうな気がするけど。ダメなんかな。まあダメでしょうね。
まあ、とにかくこれ、おお、いいね、これ。ちょっとここらで写真撮るか。邪魔になるかな。これが、メガネ橋っていうものかな。なんていうものかわからんけど、橋ですね。まあ、この右手に行くと、小倉方面なんですね。ああ、なるほどね。いいですね。お、これ見てください。やっぱ編成岩ですね。編成岩がいっぱいだ。じゃあ、メガネ橋ね。メガネ橋でしたが、もう一回ね、通れる道に戻らないといけません。ここで戻っていこう。洗浄地ですね。どんどん田んぼが低くなっていっています。はい、じゃあ行きます。で、元に戻ってきましたと。この橋もまたすごいですけどね。こっちがメガネ橋で、こっちに行くしかないんで、ちょっとこっち行きます。駐車場100メートル先、秋月城に行けるのかな。おー。ということで、さっき見ていたメガネ橋、こっちから見るとこうなんですね。おー。秋月城下町と書いてあります。街道はというと、まあ、こう来て、こっちに戻るのか。城下町ですね。秋月の城下町です。おー、雰囲気やっぱいいですね。秋月公営駐車場、すぐそこ左。バイク200円と書いてある。公営ね、公営の駐車場。では、バイク置き場、ここね。いいですね。わかりやすくていいよ。バイク置き場。はい、じゃあ、ここに止めときます。お、編成岩がいっぱいですよ。ほら、これ編成岩。じゃあ、バイクをそこに止めまして、きちんとね、料金を払いましたからね。そこで料金を支払って、ちゃんとね、200円領収をもらってます。で、こっから、城主があっちと書いてあるな。左と書いてあるんで、まあ、お城でもちょっと見ますか。さて、今歩いているここも秋月街道なんですが、このまま真っ直ぐ行くと山に突っ込んでいって、そこに看板にある通り、八丁峠という峠を越えていくんですね。まあ、とにかく峠を越える前に、この秋月の城下町をちょっと歩いていきましょうね。で、この石積み見てもらうと、やっぱり編成岩ですね。ほらほら、これ引き伸ばされた跡がありますね。この編成岩の石積みがいっぱいありますよ。で、街道がこっち。これが街道筋なんですけど、こうね、あっちが、まあ、薩摩街道というか、福岡方面、筑紫野方面ですね。で、こちらが小倉方面。で、ここが、こっちの方に行くとお城があるわけですね。ここね、桜のお花見にいい場所なんですけど、まあ今はもう葉っぱばっかりで、誰もいません。秋月城主までは500メートルね。500メートル歩いていきましょう。まあ今の時期来るのも全然いいと思いますけどね。まあ、この川があって、その向こうに街道があるんですね。では、お城の方に進んでいきましょう。お城こっちね。で、この道今はね、こうやって桜がいっぱい割ってるんですけど、ここは杉の馬場というんです。こうやって書いてありますけどね。なんで杉の馬場というかというと、もともとここは杉が生えてたんですね。ただ、江戸中期に杉が伐採されて、明治になり日露戦勝記念に桜が植えられ、現在に至ると書いてあります。だからもともとここは杉が生えてたんですね。それが日露戦争に勝って桜を植えちゃってこうなったんですね。猫。秋月は猫がいっぱいいますね。そこにも猫がいます。まあ、ともかくこの杉の馬場ですね。杉の馬場といって、まあ、桜になっちゃってますが、これを通っていくとお城に行けるわけです。おい猫、おい猫、猫、猫、もう何も気にしないですね。猫。お、そこを通っていくのか。猫、こんにちは。おい猫、何言ってんだ。のんびりしますね。で、ようやくこれがお城なんですが、ここね、石垣があります。で、石を見るとやっぱり編成岩ですね。こうやって引き伸ばされた後の見える石がいっぱいあります。この秋月城はこの編成岩のね、先っちょにあるんですね。ここに秋月の由来というのが書いてあるんですけど、秋月ね、秋月という地名は、紀元992年9月20日に筑前の国、筑前の国府宛に太宰府が出したどうのこうのって書いてありますね。そのぐらいの時から呼ばれてたと。で、この山に囲まれたこの盆地は外敵の侵入を防ぐには便利な土地であると。したがって昔から覇権を狙うものは根拠地としたと書いてありますね。やっぱり地形が大事なんですね。
ですね。あ、でもここは盆地というよりかはどっちかというと谷口集落というかね、扇状地ですよね。そういう地形だと思いますが、でこっちかな、城の後に確か神社があるんで神社に行きましょうかね。これなんていうもの、樽広神社、ちょっと読みが分かんないですけど、神社があるんで神社に行きましょう。まあこの新緑が綺麗ですね。あ、めちゃめちゃ綺麗ですよ。秋月城址です。でこのお城の方に上がっていく階段なんですけど、階段の石もやっぱりね変成岩なんですね。ほらほら引き伸ばされてるでしょ。変成岩がいっぱい積んでありますね。おお、変成岩だらけです。これもこれちょっと違うかな、これはそうですね。ほらほら変成岩がいっぱいです。の階段を登っていくと、こうやって黒門という門があるんですね。いやでも本当に黒門という名前の通り真っ黒です。でこの門を越えると、こちらが神社の参道ですかね。まあこの階段なかなかきついですけどね。いやでもいいですよこれ、立派な編成岩ご覧ください。この引っ張られた跡いいですね。あ、いいですね。ほらほらこれもそうですよ。ほらほらこれも引っ張られてますね。こう引っ張られてます。おお、いいですね。いやでもこの階段はなかなかきついぞ。なかなかきついんですが、やっぱり編成岩がいっぱいでね、こう足元を見ながら登るだけでなかなか楽しいです。こう立派なこう筋模様がいっぱいありますからね。すごいでしょこれ、いくら見ても全部筋模様がありますからね。これはこうか、こう伸ばされてますね。だからこっち面はあんまりこう伸ばされた跡が見えないんですけど、こう伸ばされてるんですね。おお、いろんな向きの岩がありますよ。いやでもひっそりとした神社で誰もいません。おお、立派ですけどね。ここに由来記というのが書いてありました。これは、何、水曜神社って読むんですね。筑前の国秋月であるそれは分かってる。これあれかな、あっちは、こっちは中学校なんですかね。なんか学校があるんですよ。でもうお城の跡が学校になっちゃってるので、あんまりねこう下手に入り込めないですよね多分ね。そうだからこの通り立派な石垣が組んであるんですが、この石垣の向こうに何があるかというと中学校があるんですよ。あ、ちなみにここの石段もやっぱり編成岩かな。ほらほらこの模様ご覧ください。この通り編成岩がいっぱいあるんですけど、まあこの向こうがね中学校なんですね。あっちも学校かな。でその下がなんか杉の馬場の道でしたっけ、の道の上がこうやってお城なんですけど学校になってるんですね。稽古館というのがあって、ここなんか昔からあれですかね、なんか秋月藩の稽古場があったのかな。そこが今も学校になってるんですかね。そこにあの稽古館の教えと書いてあるんですけど、だからある意味ここは勉学の場としては歴史があるんで、まあ、学校があるのはね、まあおかしくはないんでしょうね。ただまあこの稽古館の近くもですね、落ちてる岩を見てみると、ほらご覧ください、編成岩ですね。もうそろそろ飽きてきましたか。じゃあそろそろ編成岩見るのも飽きてきたでしょうから、戻っていきましょうか。ということで秋月でした。でね、秋月街道はここから小倉まで続いていく道なんですが、一個あの峠を越えましょうかね。八丁越えをして、まあ、釜石まで行って終わりにしましょうかね。ではここから左方面に行くと小倉方面です。こっちにね八丁峠って書いてあるんですけど、峠越えなんですね。では峠越えをしていきます。でそこに橋があるんですが、ここ左かな、多分ね。こっちがね旧街道なんですよ。元々の街道はこっち。この先道幅が狭くなりますと。運転に自信のない方は通るのと書いてますが、まあバイクなんで別にどうでもいいんですね。でおお、すごいね、この川沿いをこう通って行ってたんですね。多分こっちだと思いますけどね。おお、ガードレールも何もない。まあこれは確かに運転に自信のない方はやめた方がいいでしょうね。へえ。でここで橋を渡り、へえ。あ、編成岩がいっぱい落ちてますね。うわ、川にいっぱい編成岩が落ちています。あ、いいですね。でまあここから峠越えの区間に入っていくわけです。あ、かなり険しいですね。まあこれはもうこっちかな。あ、よくわからなくなったな。ああ、まあ多分さっきの川沿いのとこまっすぐ行くんでしょうけど、道が細そうだったので、もうちょっと太い道に出ますね。
よし、ではここからですね、八丁峠なんですね。多分街道がこうその民家の中あたりを通ってきてるんでしょうけど、まあ、結局ここに出てくるんでね、まあ、多分車じゃ来れなかったでしょうね。これだな多分。あ、さてそれではここからちょっとさすがに人道ではいけないので、まあ、一応ねこうやって舗装された道路を走っていけるはずなんで、八丁峠を越えていきましょう。まあ、昔の道はこんな車用みたいにくねくねしなくて、多分これですね、うん、このまま直線的に上がっていってたんだと思いますが、ちょっとねさっきの道はさすがにバイクで上がるのはちょっと怖いんで、まあ、この車道で上がっていきますね。あ、これか、この辺かな。ちょっと前に止めて写真撮るか。まあ、こんな車通りだったら邪魔にならんだろう。へえ。ということでこれですね、そこにバイクを止めていますが、旧秋月街道旧八丁越えと書いてあります。このねコカ・コーラの看板がなかなか街道の雰囲気ぶち壊しなんですけど、これですね、これが旧秋月街道なわけです。さすがにこれはちょっとねバイクで上がるのは無理です。映像だとそんなに急じゃないように見えるかもしれませんけど、歩いてみるとねすごいですよこれ。結構な坂です。ほんのちょっとだけ歩きますがこんな感じの道です。まあ、さすがにこれちょっとバイクで行くのは無理なんでね。なるほどね。まあ、こんな形で八丁峠を越えていくわけですが、まあちょっと車道でね越えていきますよ。その下にちゃんと道があるんで、車道があるんで車道で越えていきます。こうやって上から見ると急なのがよくわかりますかね。かなり急ですよこれ。まあ、こういう道ですね。降りるの歩きでもちょっと怖いですもんね。ということでこれですね、バイクに乗ってちょっと上がっていきます。八丁峠ですね。まあそういうわけで、この旧八丁峠はさすがにね旧道をバイクで行くのはこれなんで無理なので、ちょっと車道を通って越えていきますね。まあ車道はこうやってくね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 上がっていけるようになってはいるんで、峠を越えていきます。で峠の場所は昔と一緒なのかな。この八丁峠どんどん通っていきます。災害につき大型車は通行止めですか。釜方面ね。まあ、意外とちゃんとした道ですね。まあ、あんまりねその街道を通ってるありがたみというかそれはあんまないですけど、まあでも路面が結構ぐちゃぐちゃというかね、いろいろ落ちてますね。綺麗に整備された峠道という感じではないか。あ、秋月街道これね、ちょくちょく秋月街道とこうやって交差するみたいです。これもうなんか道の半分がね落ち葉に埋まってますからね。まあ今も昔もなかなかここは難所でしょうね。旧街道はこのちょっと左手ですね。ドリフトしたんだなこれ。ドリフトの跡がいっぱいあるよ。ああ、ここは確かにドリフトしがいあんのかな。なんかあるような気もするけど、まあそういう危ない運転しちゃいけませんよ。でこの辺、こっちは花崗岩かな。なんか花崗岩がゴロゴロしてますね。あ、もうこの辺が峠か。そこが峠かな。そうですね、これが峠で、旧街道はこのちょっと左手を通っていたみたいですけど、八丁峠と書いてありますね。このちょっと低いところを街道が通ってたと思います。八丁峠。あ、これかな。というわけで一旦ちょっとね八丁峠に止めました。バイクをちょうどねそこ止められるんで、そこにバイクを止めています。あのこの左下ぐらいにねちょうど旧街道が通ってたわけなんで、ちょっとそっちに行ってみましょうか。かっこいいですね。RS660 です。では、こっちはね、あの、車止めがしてあるだけだと思うんで、まあ多分行けるでしょう。で、あそこに車止めがあって、まあ別にね、徒歩なら普通に越えてこれるんで、越えてきて、ここですね。ここに、あの、古八丁峠頂上と書いてありますが、看板見えますかね。古八丁峠頂上と書いてあります。つまりここが秋月街道の、昔の八丁峠の頂上だったんですね。ここからね下にまた道が続いてるんですけど、ここから下っていくと、あの加宝郡、まあ釜石ですね、今の釜石の方に降りていける道になっています。ちょっとやっぱり今も道がありますね。一応ね、一応この通り下っていく道があって、こういう風になってますね。ここね、あの多分なんか林道が整備されちゃってここ高くなってますけど、もともと多分この高さはなかったんじゃないかなと思いますね。ここが八丁峠の頂上ですね。では八丁峠の上も見たところで、こっからね、あの車道がこの向こうにあるわけですが、車道を通ってまた、下っていきましょう。よろしくお願いします。でちなみにそこに古八丁峠頂上ってあって、ここからね、ここから上がってきてるわけですけど、
またこうね下っていく道があるわけですね。こっちね、こっちを下っていく道があるんですけど、まあこっちの道はもうボロボロですね。道があるんだかないんだかみたいな、そんな状況の道ですね。確かにね、なんか道っぽいのあるんですけど、これですね、秋月街道はもう本当に獣道みたいになっています。ではあっちに戻っていきましょうね。ではここから峠を越えていきますよ。峠を越えていきますよってか、もう越えたと言っていいのか、なんと言えるのか。ではここで新しい道も峠を越えたということになるわけですね。じゃあここから釜市に入ります。釜市のメインの宿場が大隅かな、大隅宿なんで、大隅宿まで降りていきます。途中にもう一個宿場があるんだったかな、2つですね。では釜市の宿場まで進んでいきます。ということで、八丁峠を越えて千頭宿、そして大熊宿の2つですね。道中これ千頭とか大隅とか間違えて言っていますが、正しくは千頭大熊なので、あらかじめお詫びして訂正しておきます。未だにこんな峠道があるのがね、びっくりですよね。あ、でちなみにこの下にね、今新しいトンネルがあるんで、多分こっちを通る人は相当物好きですね。なんかえらい開けてますね。花崗岩ですね。まあなかなか走ってて楽しい道といえば楽しいかな。これはなかなか面白い道ですね。あ、でこれかな、あ、秋月街道って看板が出てましたね。もう一回交差するはずなんで、そこで書いてあるかな。うわ、すごいですねこれ。滝と言っていいのか分かんないけど、この辺でですね、秋月街道と合流するのかな。これかな、多分こう上がってきて、これがね多分秋月街道なんですね。旧秋月街道と今合流しましたということですね。昔の道がこれかというとちょっと違うでしょうけど、とにかくまあこれ、この道で平地まで降りていきますね。もうまあもう割と結構降りてきましたけど、おお、降りてきましたね。釜市に降りてきました。おお、すごいな、路肩中一ってこんな、わあ、鼻開いてますよ。あらあらあら、おお、平地に降りてきましたね。まあともかくこれで人里に降りてきましたね。この右手がトンネルですね。今は旧道を通ってきたわけで、で秋月街道はさらに旧道だから旧旧道ってことかな。まあともかく、国道322号に戻ってきましたね。旧街道はこの左手かな、あれかな、多分あれだろうな、この道か、この道が旧街道かなですね。だからこう来ていて、ここをこう右に行ってたわけですね。あ、これここに行かないといけないのか、ここ右か、というかね、要はあっちに行きたいんですけど、なんかえらいグネグネしてますね。だから旧街道は山をこう降りてきてこう来てるんですね。でこっちが旧街道です。ということで筑豊の方に来ましたね。筑豊の盆地に来ました。今メインルートは多分ね、あっちの左手のあっちがメインルートだと思うんですが、こっちはちょっとね、脇道になっちゃってますね。さて、それでもうすぐここが峠を越えた宿場ですね。この辺が千頭宿という宿場なのかな。旧街道がですね、この辺でこうくねくね曲がってたみたいですね。ちょっと右に行きます。これね、わー、でも昔ながらですね。やっぱりなんか商店があったりとかしますね。あ、でここほら、ここほら鍵型に曲がってるでしょ。90度カーブにお寺ですよ。宿場ですね。お寺ですか。でここが千頭宿ですかね。なんて読むんだろう、千の手と書いて千頭以外に読み方がわからん。千頭宿です。ここの正しい読みは千頭宿です。まあやっぱりね、そんな宿場の雰囲気ありますよね。それで、どうなってんだこれ。もともとの道こっちなのかな。旧街道はこっちみたいですね。おー、なんかやっぱくねくね曲がってますね。これ行けんのかね。すっごいねこの道。あー、どこにも行けないなこれ。どこにも行けねえなこれ。あー、でも元々の道はこの右手か。右行けんのかねこれね。本当はこっちみたいですが、道がないんでちょっと引き返そう。道を間違えたとか、まあ別にいいんだけど、旧街道は本当はこっちなんですが、もう行けないね。引き返そう。ダメでした。まあそこでちょっと右に行ってどうにかするしかないね。まあそういうことなんで、元々の道はあの山を向こう側を越えてたんですけど、しょうがないんでこの普通の道を通っていきます。では加穂市街地方面に進んでいきますね。でこれ、この辺で右の方から街道がねやってきて、この辺に合流するんですが、やっぱ道ないですね。まともな道はなさそうです。でこの辺からまた旧街道に戻ってきましたと
ということですね。ああ、でこれ本当は左手なのか、道がないどうやらでもこの谷の左手を通ってたみたいですね。まあどこを通るかなんだけど、そこの交差点で左に行くか。どうもこの左を通ってたみたいなんでね、ここで左に行きます。またわけのわからんところに行くよなって感じですけどね。ああ、ずいぶん来ましたね。だからあっちが八丁峠ですよ。八丁峠からこの辺を通って旧街道がちょうどこれかな、こう続いてきてたのが、やっぱ通れないのか、通れなかったみたいですね。これ何だ、イノシシかなんかが来ないように柵が張り巡らしてありますね。イノシシかな、鹿かな、わかんないですけど。でこれでこっちかな、旧街道はこっちみたいです。まあなんかすごいね、柵だらけですね。あ、止まれ、一応止まらないといけないですね。これまっすぐでいいんだよね。ではこれまっすぐです。あ、なるほど、なんかここは山あいの中を通っていく山越えの区間ですね。ここはなんか綺麗に残ってる感じですね。ちょうどこの谷の真ん中を通っていくような道ですね。これは確かに昔からありそうな道ですね。おお、ちょっとなんか切り通しみたいになってますよ。ここもちょっとね、山を越えたような感じですね。でもう少し行くと鎌の中心地かな。で旧街道はどう進んでたのかな。この辺はもうあれかな、道がね、田んぼの多分土地改良で変わっちゃってるでしょうね。この辺加保郡ね。あー、のんびりしてますな。どうやらこれ川を渡らずに手前をこっちに行ってたみたいですね。だからここを右に行きます。行けるかな、行けますよね。河川管理用道路、まあ通行しても知らんよという話ですね。河川管理用の道路ですよと。まあバイクだったら何もあるわけがないんですけどね。確かにでかい車とかで通るとちょっと何が起こるかわからんでしょうね。いやー、いいとこですね。これはだから正面の方が小石原とかそっちの方ですかね、東峰村。それでここで左かな、この橋を左だろうな多分ね。このクスノキも立派ですけど、街道に植えられたクスノキかな。ではこの橋を渡っていきます。このクスノキ立派ですね。多分やっぱり街道沿いに植えられたクスノキだろうな。で間もなく大隅宿です。あ、大熊やんか、大熊よ。これさ、このマップに大隅って書いてあるんですよ。でも大隅じゃなくて大熊だね、大熊です。これちょっとマップを書いた人に間違ってると言わないといけないですね。ということで大熊宿ですね。ここ右かな、ここの右手に宿場町があったみたいですね。おー、なるほど、こう昔ながらの町ですね。ここは確かにいかにも宿場という感じですよ。あー、これどっかにさ、なんか神社あるんじゃなかったっけ、酒神社。もうすぐ行ったら酒神社という神社があります。まあ、ともかくこれが大熊宿ですね。この辺りは宿場なのね。ここね、雪の日にここを通った記憶がありますね。恩賀川の源流にね、行くときに通りましたが。あ、で、ほらほら、この、鍵字型の道路ね、この曲がり角、なぜ曲がり角かというと、宿場町だからですね。関北斗酒造。なんかね、ほんと、酒屋が多いですね。あ、で、ここ左か。さっきのとこ左に行くんだな。街道はさっきのとこ左に行って、また山を越えていくみたいですけど、ちょっと酒神社に行きましょうか。酒神社で神社にお参りをして終わりにしましょう。あー、ラーメン食いたい。ラーメン、カホラーメンか。ラーメン食うかな、ラーメンやってるかな。ラーメン屋営業してたら行きたいけど、お、営業中だ。営業中、本当にやってんのかこれ。やってんのかねこれねということで、こちらがカホラーメンです。麺は結構太めですね。あー、いや、うまかったですよ。美味しかった、美味しかった。まあ、こんなラーメンを食べてる場合じゃないんですけど、じゃあここから、最後酒神社という神社があるんでね、もうこの近くに神社があるんで、酒神社を見に行っておしまいにしましょうかね。ではよろしくお願いします。ではちょっとラーメンを食べて道草を食ってしまいましたが、まあね、やっぱ豚骨ラーメンは美味しいんですよ。時々唐突にラーメンを食べたくなる瞬間ってありますよね。それが今だったんです。まあ、このラーメン屋さんはちょっとラーメンの麺が太めだったかな。豚骨は細麺の方が美味しいと僕は思うんですけどね。まあでも美味しいラーメンでした。では酒神社がもうすぐ近くです。この右手を流れている恩賀川は、日本では鮭が遡上する川としては一番南にあるとかね、なんかそんな話らしいですけど、それで酒神社という鮭を祀った神社があるんですね。街道から外れますが、酒神社をお参りして終わりにしようと思います。ここね、これか。
駐車場みたいなものはないですね。まあ、この辺に止めとくしかないか、まあ、バイクだからね邪魔ならんだろう。もうビタビタに止めておきます。ということでそこにバイクを止めてて、まあ、これならね邪魔にはならんでしょうからキワキワに止めてますが、ここが酒神社ですね。酒神社と書いてありますね。でここに創建の由来が書いてあるんですけど、昭和の初め頃までは鮭がこの遠賀川を遡上していたと。で、最近は毎年また遡上が確認されるようになりましたと書いてありますね。この向こう側にね、こっち側に遠賀川があるんですけど、遠賀川は鮭が遡上してきてるんですね。そういうわけです。だからここに酒神社というね変わった名前の神社があるわけですね。まあこちらが本殿なんでしょうけど、なんかね不思議な構造になっていて、よくよく見るとこっちにその鮭を祀った碑があるんですかね。こちらにもまた鳥居があって、なかなか不思議な感じですよ。で石碑があって、こちらが本殿ですね。で本殿の中を見るとまた面白いんですが、まあ、ちょっとねまあ、中あんま見えないでしょうからいいか。これね上に鮭大明神って書いてあるんですよ。鮭大明神ですよ。って感じですよね。あ、すごいですね。横に鮭の木彫りとかもありますよ。おお。では鮭神社でした。なかなかね面白いでしょ。まあ、これが大熊市のちょっと南にあるわけですね。今回はこの鮭神社のね、まあ、秋月方向から大熊市までですねを辿ってきました。ではこの続きの大熊宿から小倉ですね、小倉の時和橋になるわけですが、まあ、残りの区間についてはまた次回ということで、それではまた今度。ご視聴ありがとうございました。ここから先は街道は基本的にずっとですね、古い旧街道を、だからここがもともと昔のね朝倉街道じゃない。豚骨はねラーメンの方が、豚骨は細麺の方が美味しいと僕は思うんですけどね。